はいおはようございます鈴木です久しぶりあごめんなさいちょっと髪の毛がれですけど久しぶりに動画あげるんですけれどあの木下ゆきなさんっていたじゃないですかあのタピオカの騒動であれだったんですけどまあ活動休止なさってる人なんですけれどまあこの木下ゆきなさんがなんとあのお笑い芸人の藤本さんでしたっけ藤本となんか離婚するみたいなんですね。 はい、まあ本当かどうかちょっとよくわかんないんですけどなんか離婚するみたいでですねまあ別にかっいいんじゃないですかね離婚するのもはいフジモンにとっては有利なのかもしれませんねちょっと奥さんがちょっとあれだったんでいろいろはいちょっと怖い人だったので木下ゆきなさんの方がなんか怖そうっていうかちょっとあれ,だあれなので。 離婚しても良かかったんじゃないですかねもうこれ言うのもなんですけれど、はい、まあしかないですねこれはまあ今年2019年最後の芸能の、まあ、あのニュースですかね、まあ、<laughs> まあそういうことでまあとだけで、まあ、これで終わりますねご視聴ありがとうございましたでは失礼します。